ステファン・ライナルツは、西ドイツ・エンゲルス・キルヒエン出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。サッカー指導者。ブンデスリーガのバイエル・レバークーゼン所属。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィルダー及びセンターバック。プロ生活をする傍らで2012年夏以降、ボランティアとして、レバークーゼンの U-17 チームで、第二アシスタントコーチを務めている。 ノルトベストファー練習のエンゲルスキルヒエンに生まれたライナルツはユース時代をハイリゲンハウザー SV と SV ベルギッシュグラートバッハレーで過ごした後にバイエル・レバークーゼンの下部組織へ入団したレバークーゼンの各世代別カテゴリーを順調に駆け上がり2006から07シーズン後半から U-19 チームで出場機会を増やし最終的に チーム2位の出場機会を得るほどに、中心選手としてプレーし、U-19 分でデスリーが優勝に貢献。同チームは、オーバーリーガから、レギオナルリーガ西部昇格を果たすも翌年に降格し、また、ライナルツ自身は、シーズン後半からしか、出場機会を得ることができなかった。2008から09シーズンに、レバー空前のトップチームと4年のプロ契約を締結。しかし、 同シーズン前期の多くを B チームで過ごしていたことから、マルセル・リッセと共に、同国二部の1、FC ・ニュルンベルクへ2010年まで期限付き移籍をした。2009年2月9日に、第19節の1、FC ・カイザースラウテルン戦でプロ初出場を飾って、以降、全試合に出場し、ブンデスリーが昇格に貢献した。ニュルンベルクでは、試合の多くを、 守備的 MF として務め、終盤は CB を務めていた。ニュルンベルクでの成功から、ユップ・ハインケス監督の要望で、当初の予定より期限付き遺跡を切り上げて2009から10シーズン開幕前に、レバークーゼンへ復帰を果たし、2009年7月31日に DFB ポカールの SV バベルスベルク戦で、レバークーゼンの選手として初出場を飾った。続くリーグの開幕戦で、 先発出場するもハムストリングの負傷により一時離脱を余儀なくされた。9月16日に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のローゼンボリー BK 戦で欧州カップ戦初出場及び初得点を記録。一方、負傷から復帰以降のリーグ戦では状態が整わなかったために途中出場した4試合を除いて先発出場し、 守備的 MF の主軸としての地位を確立した。また、11月6日のアイントラハとフランクフルト戦でリーグ初得点を挙げている。翌2010から11シーズンは、好調なチームの中にあって出場した31試合中30試合に、先発し、CB の主軸として、マヌエル・フリードリヒやサミヒーペアとコンビを組み、準優勝に貢献した。 以降のシーズンは、守備的 MF を、主戦場としている。2016年5月、27歳で、現役引退を表明した。U-16 代表から各世代別でプレーしてきたライナルツは、U-17 代表時代に UE、UEFAU-17 欧州選手権2006の予選から主軸を務めて4位入賞に貢献。U-19 時代は一時期。 クリストファー・ショルヒにポジションを奪われたものの、最終的に奪い返して、主軸として活動し、さらに UEFAU-19 欧州選手権2008では、全試合に出場して、優勝に貢献した。U-21 代表でも、主軸として UEFAU-21 欧州選手権2011予選で全試合に、出場していたが、チームは、本大会出場を逃している。 2010年5月6日に、マルタ戦へ向けた一員にヨアヒムレーブ監督によって、A 代表初招集され、13日の同試合で72分に、サミケ・ディラーに代わり初出場を飾った。ライナーツ1、シー・グオスト・トレーナー、アイグラー・トリフト、オー・ニヒ・フリークト、ライアルツ・ブライブ・ト・イン・レイブクシン、ディージ・オック・ブラウシュット・フィアミ・ヌーテン、ステファン・ライアルツ・ビー・イン・デッド・ミット27・ザイネ・ゴリラ。 DFB で2017年7月24日閲覧。ライアレッツファイアート DFB デイビュー。ありがとうございます。